ンネル。はい、ということで明大前駅に来ました。今日は伊藤さん何してますか？今日は鴨田さん、美咲さん、大学生体験ツアーということで、はい、遠い昔となってしまった鴨田さんと美咲さん の大学生活を思い出そうということで今日は明治大学の学生さんに案内してもらうので、ちょっと昔を思い出しながらちょっといろいろと食べていこうかなと思います。僕ね、実は実家が調布なんですよ。京王線なんですよ。で、新宿とか渋谷とか行くと必ず明大前通るんで、明大前実は意外と詳しいですっていう。なのでちょっと、まあ最初来てないんで楽しみです。何もねえけど、大体ここはだけど明大系だったら詳しいです、はい、お願いします。実は私も昔住んでたんですよ。だから詳しいです。ただまあ約10年前になるんで俺も10年前ぐらいだから、そう、だいぶ変わっちゃってると思うんですけど、まあ明大前生が最近のね、明大前って言ってくれると思います。はい、明大3年の田中と申します。よろしくお願いします。明大前詳しいんですか？そうですね、1、2年生はここに通っていたので。なるほど、なるほど。じゃあ今日はいろいろ美味しいお店とか教えてください。はい、お願いします。そこの北欧、北欧、パンだ。駅前のパン屋さんです。え、美味しそう。じゃあ美味しいパン買ってきてください。行くよ、みんなで行こう。まず坂本さん、じゃじゃん。じゃあ今日まだ起きて1時間経ってないんですよ。今10時過ぎに起きて10時20分ぐらいに起きたので、今11時なんで、はい、ちょっと朝飯兼昼飯みたいな、はい、ヘビーなのに行きます。我々の、はい、おすすめなんですかって聞いたら、定番がハムロールってやつね。でもハムロール別に食べたくなかったからこっちにします。なんか秋の限定のかな、かぼちゃのパンです。かわいい。いただきます。田中さんはこれは、まあ、秋のメープルパンです。まあ見ての通りなんですけど、駅前から近いんで、食べ歩きというか小腹が空いた時に寄ってるって、うん、友達と来たりするの？友達と、そうっすね、まあ、授業終わってその帰りに買って帰るっていうのが多いです。この前みたいに星何個かで1個ずついいですか、評価します。星は1点。何個いる？3。今日化粧濃くない？いいの？今日せっかく大学生に戻ろう企画なんで、皆さんちょっとあだ名を決めてもらって、それで呼んでもらいたいなって思うので、大学生の時なんて呼ばれてたのね。はい、小野さんはなんて呼ばれてた？だから上とか雨はカブ、あ、下からカブさん、あ、最後の方はもうずっとカブさんばっかだった。あ、そう、じゃあカブさんで、はい、カブさん。僕ともひろなんで、トモ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 、サキさん。見た目はじゃあ面白くないですか？やめろ。父。引き出しやろう。意味わかんない。概念が。見た目ろで。見た目ろ。最近 DVD 出したから。そうなんですよ。なんて DVD だったの？癒してあげちゃう。はい、昨日癒してあげちゃうんですよ。呼び名。癒してあげちゃう。いいんだ。DVD の宣伝にもなって。じゃあ、お願いします。はい。はい、じゃあ、それで行きましょう。はい。はい、じゃあ、次の店。トモ。はい。行きましょう。トモ、トモがつまんないと、この動画しけるかな。はい。ありがとうございます。ハブって名前、結構、なかなかないから覚えられやすいね。そうです、名字からもうその人のセンス出るから、あ、
田中なんですごい羨ましいです、そういう田中って生まれた時点で、まずハンデだからね、ね厳しい全国の田中さんに謝るのよ、本当にでもね、串カツ田中みたいな感じで、あ覚えやすい名前の店名を作って逆にうまくいくパターン、あーじゃあ次はここ、はい、唐揚げ屋さんで最近新しくできたんですけど、うん、食べましょう。確かに明大って唐揚げとか好きだもんな、うん、もうこの辺の通りがもう明大生の胃袋で、唐揚げ、餃子、焼肉っていうか、なるほどねそこでみんな食べるんだ、そうですね、居酒屋とかも大体この辺で脂っこいものをかき込んでます。確かにあんまお金使えない日は唐揚げ買って、ね、うん、ちょっと腹にぶつこうみたいな感じか、そうですね、そういう感じ、軽くなんか買ってみますか、はい、今ね、唐揚げを買ってあげて待ってる最中、革線っていうのを頼もうと思ったら友がじゃあ僕もって言ったんでバカか殺すぞなんで同じの撮るちょっと YouTube の撮影ちょっと慣れてないで出ましたね、初心者が殺すぞもうやめてよ、やめてよ、やめてよ、ここは明大前の駅の、はい、なんか通路、通りみたいな、明大、もう明大しかないで、大体明大生はこの駅前があって橋渡ってこの商店街をうろつくみたいなね、例えばあそことか春日亭って油そばなんですよ、油そばね、はい、スタンプラリーとかなんですよ、もう10枚とか貯めて、10枚とか貯めるとなんか風呂敷エプロンとかもらえるんですよ、だからサークルの先輩とかでそれを全部揃えて帽子と T シャツと全部油そばにして飲み会に参上するのが定番です。春日亭ってさ、俺も行ったことあるんだけど、もう油そば、うん、ね、20代前半までしか食えん、うん、でもめちゃくちゃ食ってた、うん、もう今食えないな、たまに食べたくなるけど、あ、できたかな、お待たせしました、ありがとうございます、ということで、待ってやろう、結構多いですよ、え、おぉおぉとんでもないよ、え、でも美味しそう、それ、何ですか、これは、軟骨です、軟骨、あ、でもいいね、これね、あの、まさに食べ歩きでこうやってね、うんうんうん、アップ、友は僕は手羽先です、もう、手軽な、うんうんうん、感じです、いいね、いただきます、美味しそう、うまいっす、藤崎さんは何ですか、じゃじゃーん、桃丸、桃丸、ジューシー桃丸です、唐揚げですか、そう、なんかまん丸の唐揚げです、美味しそう、いただきます、うん、めっちゃうまい、おいしい、揚げたてですか、うん、めっちゃいいやん、これ、いや、まあ、食べ歩きってなるとちょっとこれあれだけど、これ食べ歩きめっちゃいい、うん、軟骨、軟骨1個ちょうだい、はい、出るかはい、いただきます、すごいよ、これ明治大学の軟骨ブーム、これうまいよ、軟骨うめえ、うん、これいいわ、これこんな食いながらこうやってあ、めちゃくちゃいいよ、これ一番いいかも、へ、いろんな意味で食べやすいし、うん、手汚れないし、ということで私はじゃあ3つですね、おお、すごーい、初めての満点です、みんなここで何個すると安いしね、うん、これ多分300円ぐらい、うん、学生だったら高ければね、まあ食べ歩きでね払うってなるっていう、でも買う価値あるよ、めちゃめちゃ美味しい、一個買ってみんなでシェアでもいいですよね、うんうん、おすすめです、忖度無理ですけど、お止まんないもんまだあるのにまだあるじゃあ
次行きますか。はい。はい。はい、そろそろ次行くのはコーヒーヌールっていうインド料理屋さんなんですけど。え、行ってた。行ってました。あ、でもなんかこっちじゃないんですけど、私が行ってる。あっちもちっちゃい。そう、あっち。あっちに行ってました。そう、ちっちゃいやつがもともとあって、それがすごい学生が行くようになって拡大してもう一個できた。そうなんだ。注文いいですか。はい、フォーってください。はい、チキンフォー。飲み物お願いします。ヨーグルトラッシーとか。ヨーグルトラッシー、カイローフル。はい、なるほど。フォーってパクチー入ってます。パクチー入ってなしできます。パクチーなし、なし、オッケーです。ちょっと常に怒られてる感覚を味わえる注文があります。投資気味に怒られる。食べれないんですか。え、食べれる。食べれるけど抜いただけだ。何それ。食べてる。好きであるわけじゃなくて、食べれるけどない方が美味しいかなって思ったらいい。今回に関してな。なるほどね、気分ね。すいません、今日は。まだ本気出してない。っていうか誰ですか。そうですね、明治大学の川崎です。今、就活生として頑張ってます。川崎くん、よかった。お願いします。友くんの友達、今日はなんかご飯でも食べながら就活の話をできたらいいねみたいな感じで川崎くんが呼んでくれたと。はい、わかります。なるほど、お願いします。本日からは世界全体良くしたいなって思います。トーク100点やん、中学の。